イエロギオフ・アベロフ、イエロギオフ・アベロフ、ゲオールギオス・アベロフは、ギリシャ海軍が、イタリアより購入した、装甲巡洋艦で、同系艦はない。艦名は、本艦の購入代金のうち1、3を寄付した、ギリシャの大富豪の名にちなむ。本艦は1911年の収益から現代まで、現存する唯一の装甲巡洋艦である。ギリシャでは、その活躍から敬意を持って、 戦艦と通称されている。なお、イエロギオフ・アベロフは日本語での慣用で、ギリシャ語名は、イエオールイオス・アベローフである。特に、名前の部分が、フではなく、スである点に注意。本艦の基本設計は、イタリア海軍のピサ級と同一である。同年代の全土級戦艦レジナ、エレナ級の放送日を小型化し、 走行を減じた代わりに速力をにのっと増加した、艦として設計士官、ジュゼッペ・オルランドの手によりスマートにまとめられた。オリジナルと異なるのは、本艦の手法は、イタリア製の 25.4cm45 後継速射砲ではなく、イギリスよりマーク X23.4cm47 後継砲を購入した点が、ピセ級とは異なる。この法は、 大円筒形状の連装式の砲塔に搭載された。船体は典型的な平ら板型船体で、艦首から構造を記述すると、艦首水面下には未だ昇格、ラムがついている。艦首甲板上に一番手砲塔があり、その背後に司令塔を組み込んだ環境の背後に三脚式前、小柱が立つ。船体中央部には等間隔に並んだ三本煙突が立ち、 煙突を挟み込むようにして、原則甲板上に 19.1cm45 口径速射砲を収めた大円筒形状の連装砲塔が背中合わせで片煙2機ずつ4機を配置された。煙突の背後が関西艇置き場となっており、これらは2番煙突を基部として、片煙1機ずつ、計2機のボートクレーンと三脚式のミズンの基部に1機、 ついたボートダビットにより運用を売れた。ミズンの背後に、後部見張り書が設けられ、そこから一段下がった、後部甲板状に二番手砲塔が後ろ向きで一機、配置された。前述通りに、本艦の手法は、オリジナルの 25.4cm 砲ではなく、同世代のイギリス海軍で多く使われた、マーク X23.4cm47 後継砲を採用した。 この砲は純度級戦艦、キング・エドワード7世の副砲や装甲巡洋艦、ドレーク級、クレッシー級、デューク・オブ・エジンバラ級、ウォーリア級の手砲として使われた砲である。その性能は、重量1 7 2 4ラムの砲弾を、最大行角15度で14,170メートルまで届かせることが可能であり、射程4,160メートルで、 鉄製走行 23.4cm を射程 5480m で、KC 構成走行 19.6cm を貫通できる性能であった、この砲をイギリス式の連装砲塔に収めた。砲塔の旋回角度は、船体守備線方向を0度として、左右142度の広い旋回角度を持ち、方針の不良能力は、行角15度、深く5度である。 手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分3から4発である。副砲は破壊力を重視してオリジナル通りの1908年型 19cm45 口径速射砲を採用した。その性能は重量 90.9kg の砲弾を、 最大行角25度では、射程2万2000メートルまで届かせるという手法を超える大射程を持っており、これを連想砲塔に収めた。不要能力は、行角25度、深く5度である、旋回角度は、船体守備線方向を0度として160度の広い、旋回角度を持ち、方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、 補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分2.6発である。その他に、耐水雷艇用に、アームストロング7.62センチメートル、40口径速射砲を、単装砲がで、原則ケースメート配置で片銀8機ずつの、計1 6機16門、落ちキス射性、47ミリメートル、43口径、気砲単装砲がで、元2門。 対艦攻撃用に 45cm 水中魚雷発射艦を単装で艦首に1問、原則に片源1問ずつ2問の計3本を装備した。収益後の1910年代に対空火器としてアームストロング社製の 7.6cm40 口径広角砲が単装砲がで1機が搭載された。 第一次世界大戦後の1925年から1927年にかけてフランスで近代化改装を行われた際に、対空火器は MKE7.6cm40 口径広角砲を単装砲がで4機と近接火器としてビッカース 4cm39 口径単装ポンポン砲4機が搭載されたが1930年代に 4cm 炭素ポンポン砲元が追加され5機となった。第二次世界大戦中にすべての4センチメートル炭素ポンポン砲が撤去され、代わりにエリコン 20mm76 後継機銃が炭素砲がで6機に更新された。本艦のシュボイラーはフランスで開発され、各国に採用されたベルビール式石炭、重油混焼水管管22機に推進機関として、 直立型4機筒3段膨張式レシプロ機関2機を組み合わせ二軸推進で最大出力2万馬力で大焼け身において速力23.9ノットを発揮した。これにより速力22.0ノット燃料消費量から速力12ノットでの航続距離は2672回時と算出された。イタリアで建造された走行巡洋艦の航続距離は 他国走行巡洋艦に比べて短いのが特徴であるが、これは地中海での行動を念頭に置いて設計されたイタリア走行巡洋艦の特徴であり、同じく地中海で行動するギリシャ海軍では短い航続距離は特に問題ではなかった。推薦部には高さ3.5メートルを防御する80ミリメートルから200ミリメートルの走行が張られ、 船体中央部の減速走行は副砲塔の基部までを覆い厚さ175から180の装甲が張られた主艦般の防御は 51mm でその上の主砲塔は前盾が 160mm 側面は 140mm 装甲で防御されていた本艦の防御装甲は同世代の装甲巡洋艦に比べ1万トン台という 排水量を考えれば強固であり、原則走行圧 200mm という値は、各国の艦と比較すれば、イギリス艦の 152mm、ドイツ・フランス艦の170から 180mm を上回っていた。唯一被験するのが大日本帝国海軍の筑波型巡洋戦艦、春光寺は、走行巡洋艦に属していたの 203mm であった。 1829年に英、仏、ロの介入により、オスマン帝国より独立したギリシャ王国は、英下界を挟んで東に退治するオスマンと厳しい、緊張関係が続いていた。列強による強弱取り混ぜた、介入政策によりオスマンは弱体化したと言っても、建国間もないギリシャ王国には依然として、強大な敵であった。ギリシャ海軍は、 少ない予算から1885年にノルデンフェルトの先行艇第1号を購入したり、1892年にフランスより解剖戦艦イドラ級3隻を購入したりと着実にオスマン帝国海軍への対抗力をつけていた。だが、オスマン海軍には依然として近代化改装済みの装甲艦6隻と新型装甲艦1隻、蒸気フリゲート8隻が 作戦行動可能なレベルに整備されており完璧とは言い難かった。その頃、地中海世界で躍進を続けるイタリア王国が総合寿命艦ジュゼッペ・ガリバルディ級の改良型艦を建造すると発表した。すでにガリバルディ級は8隻が建造されたが、イタリア海軍に渡ったのは3隻だけで、残りは1隻がスペインに、4隻がアルゼンチンに売却されたが、 うち二隻は大日本帝国海軍に売却され、1905年の日露戦争で活躍した。イタリア海軍に納入された艦は、1912年の井戸戦争で、オスマン帝国海軍のアブニッラー急走交換、アブニッラーを撃破した実績もあった。ベイルート海戦。オスマン海軍への対抗打にかけていたギリシャ海軍は、イタリアから最新型の装甲巡洋艦を発注する。 こととした。しかし、建国間もないギリシャにとって一石、数十万円ポンドもの大金を用意するは、並大抵のことではなかった。そこへ、ギリシャを代表する、海将王、イエロギオフ・アベロフが海軍に、数十万ポンドものの大金を寄付した。アベロフは、愛国心溢れる富豪であり、1896年に、アテネで開催された第1回、近代オリンピックにおいて、 競技を行う、主競技場の建築代金580-00-0ドラクマを肩代わりするという歴史に残る偉業を残した人物である。そのアベロフの献金により不足していた購入代金の1、3を補うことができたことを記念して、ギリシャ海軍で初の排水量1万トンを超える大軍艦の名に、イエギオフ・アベロフを冠したのである。本艦は1909年に、 イタリアの大手造船会社オールランド社が、リボリの造船所にて輸出用に建造中していた、ピサ級装甲寿命館、カショーメ唱テ店を、同年に、ギリシャが30万円ポンドで購入し、1910年3月12日に、浸水式を行い、翌1911年5月16日に、浸港して、ギリシャへと引き渡したものである。収益後は、ギリシャ海軍の機関として、 艦隊の中核をなし、1912年10月17日に、正規したバルカン戦争において、解剖戦艦イドラ級3隻と駆逐艦14隻を、率いて、オスマン海軍と激しく戦った。同月18日から20日にかけて、ダーダネルス海峡封鎖を狙って、デムの島占領作戦を成功に導いた。1912年12月16日に、 オスマン帝国海軍による、ギリシャ反抗作戦が開始され、全土級戦艦バルバロスヘイレッディン級、トゥルグート、レイス、バルバロスヘイレディンの2隻と、装甲艦、アサルテブフィクト防護巡洋艦、メジディエと駆逐艦4隻を率いて突撃してきた。これに対し、ギリシャ艦隊は、機艦、アベロフトイドラ級解剖戦艦3隻と駆逐艦4、を率いて迎え撃った。 オスマン帝国艦隊は騎士から十分に離れてから九十度回答した。これに対し、アベロフに座上をするコンドリオティス少将は本艦と有速な艦のみを率いて二十ノットを加盟。ついてこれない艦は自由行動とした。アベロフを機関とした高速艦隊は重列陣を、装甲艦三隻は、横列陣を取り前進する。オスマン帝国艦隊はメートルから射撃を、 開始したものの、重装甲なフランス製解剖戦艦に戸惑っているうちに、アベロフに回り込まれて両方から砲弾を撃ち込まれる、低堕落であった。慌てた、オスマン艦隊の指揮官は、ダーダネルスへの撤退を命じた。しかし、艦隊は、混乱に満ち満ちており、個々が互いに進行方向を妨害する始末で、オスマン装甲艦は敵艦への射線上に、 友軍の艦が入り込むので、オスマン艦隊は、反撃を中断。その隙をつかれバルバロスヘイレッディンの艦工部に、立て続けに砲弾が命中、機関室や石炭庫で火災が発生し中破した。トゥルグドルイスとメジディエにも命中弾が出たが、こちらは大した損傷は出なかった。混乱する、オスマン艦隊で戦火と呼べるものは、メジディエが、キリシャク地区艦イエラクスに60発以上の120。 ミリメートル砲弾を発射して追い払ったのが、戦火らしい戦火だった。オスマン艦隊は我先へとダーダネルス海峡に逃げ込み、10時30分に戦闘は終了した。オスマン帝国艦隊はこの時に大小合わせて800発もの砲弾を発射したが、大口径砲弾の命中は、唯一3000メートルまで近づいたアベロフに命中弾一発を出しただけで、 それさえも強固な原則走行に惹かれた。むしろ商工計団の方が、命中団が多く、アベロフ二十数発の命中が確認され、一人、戦士、七名が負傷した。他に、イドラとスペチェスに、命中団が出たが、両方合わせて一名が重傷を負ったに過ぎない。なお、プサラは無傷であった。ギリシャ艦隊の圧勝で終わった。この海戦は、エリの海戦、として、 戦死残り、その名は1914年に中国経由でアメリカ合衆国より購入した軽巡洋艦リとして残った。1913年には先の海戦の影響で左遷させられた前任者に代わり、ラムシベイ大佐がオスマン艦隊を率いており、主力艦4隻特逐艦13隻からなる艦隊が再びダーダネルス海峡を渡った。しかし、 オスマン帝国艦隊がレムヌス島まで13マイルまでに近づいた時、ギリシャ艦隊が出撃してきた。アベロフの存在を確認したオスマン艦隊司令は退却を加盟へ。しかし、コンドリオティス司令はこれを追撃、長距離砲撃戦が始まり、徐々に距離を詰めながら砲戦は継続され、約2時間はアベロフは5000メートルにまで接近し、トルコ艦隊に何度も命中弾を出した。 砲撃を受けたバルバロスヘイレッディンとトゥルグドルイスは激しく炎上したが、さすがに全土級戦艦であり、ダーダネルス要塞の射程まで逃げ込んで難を逃れた。しかし、バルバロスヘイレッディンは二番手砲塔が使用不能となり、同じくトゥルグートレースも砲塔一機が破壊された。装甲艦、アサル・テブフィクは大破した。今回も、 オスマン帝国艦隊は大将砲弾合わせて800発を放ったが人的被害はキリシャ艦隊全体で1名が運悪く重傷を負っただけであった。機関、アベロフに命中した砲弾は戦闘能力を奪う損傷は与えていなかった。一方でオスマン帝国艦隊は戦艦2隻が中破、装甲艦1隻大破で人的被害は31名戦死。 負傷者は82名を数えた。今回もギリシャ艦隊の大勝利に終わり、この海戦はレムノスの海戦として戦士に残り、その名はギリシャが襟に引き続き、アメリカより純度級戦艦ミシシッピ級石を購入し、解剖戦艦キルキス級2番艦レムノスとして名が残った。バルカン戦争において、ギリシャ艦隊の中核として戦闘のみならず、輸送作戦に従事した本艦は、 大きな損傷を受けることなく戦後を迎えた。第一次世界大戦時においてギリシャは連合側として参戦し、ギリシャ海軍はフランス海軍の指揮下に置かれた。フランスによって整備されたアベロフ以下ギリシャ艦隊は輸送作戦で海上護衛にことした。同大戦後のキ土戦争において本艦は黒海のトルコ領を艦砲射撃する作戦に従事し、 ギリシャ陸軍を支援した。しかし、トルコ軍の攻勢に戦線が維持できなくなってからは、本艦を含むギリシャ艦隊は、イズミルからギリシャ本国へ脱出する、避難民を乗せた戦団を護衛する任務に就いた。その活躍もあり、1925年から1927年にかけて、フランスで近代化改装が行われ、簡素な三脚式マスとは前後同じ高さであったが、 環境の基部を大型化したのに伴い、全部マストのみ大型で強固なものと更新され、頂上部にフランス式射撃砲違板を収めた、円筒形の砲違板室と X 字上の信号ヤードが設けられて、現代の姿に近くなっている。武装関連では球体化した魚雷発射管を全撤去し、水雷低減撃用の7 6 2センチメートル、 40口径速射砲の搭載数を8機に半減し、浮いた重量で7.62センチメートル、単装降格砲4機や各種対空火器を増備した。また、老朽化した機関を換装して近代化改装を終えた、本艦は再び、ギリシャ艦隊の中核として、英下界で活発な活動を行った。オスマン艦隊にはドイツより購入した、巡洋戦艦。 ヤウズスルタンセリムがあったが同館は1918年10月から1923年まで連合軍に抑留されており、返還後も連合軍の目が光っており、ダーダネルス海峡から出ようとしなかったので問題はなかった。1937年に本館はギリシャ政府の代表を乗せてジョージ六世大館記念館館式に参加した。1939年に 第二次世界大戦が勃発し、1941年において、ギリシャに対するドイツの侵攻により、ギリシャの戦い前線の崩壊の後に、ギリシャ海軍はドイツ軍に露革されるのを防ぐために自陣を要したが、本艦の乗組員は命令に背いて、スーダワンに向けて出港した。ドイツ空軍による空襲の脅威の下4月23日にクレタ島へ到着してから、本艦は、 アレキサンドリアに向けて出航し、現地で連合国に組み込まれた。1941年8月から1942年の終わりまで、本館はインド洋のボンベイやポートサイドを基地として、戦団護衛任務と紹介任務に割り当てられた。1944年10月17日に、本館は自由ギリシャ海軍の機関として、連合軍により解放されたアテネに外戦した。その後、 1952年に除籍されるまで、艦隊本部として使用された。本館は1956年から1983年にかけてサラミスにあり、1984年から1986年にかけて記念館へと改装されて、現在もピレウス港にて公開中である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。